皆さんこんにちは、わけぱいしりかです。今回も大傍聴さんにお越しいただきまして、今日はムームアプリの機能を使って、じゃあ実際に銘柄の分析をしていこうということで、はい、お願いしたいと思います、はい、どんな銘柄かというと、はい、まずですね、本田技研工業、うん、まあ皆さんご存知のですね、はい、あの世界のホンダですね、本当にあの個人投資家にはですね、こんな超大型分析するってすごい難しくてですね、うん、はい、まあ私も割安だよなぐらいしか分かんないんですけど、まあそれをですね、ムームアプリでどのように分析できるのか、まあそれを挑戦してみたいという企画ですね。わかりました、はい、超大型株、はい、どういうところを見ていけばいいんでしょうか。そうですね、うん、はい、まずですね、まあ、こういった個別銘柄のところですね、株価の情報から PR とか PBR とか、はい、まあ、そういったことがわかります。あと珍しいのですが、この不動株数とか不動時価とかもそれもわかるんですね、まあ、最近不動株の時価って結構、例えばプレミア上場、まあ本田は軽くクリアしてるんですけど、100億円いくかどうかっていうのが結構あの瀬戸際の会社とか、それを目指している会社とかあるんですけど、これを見るとですね、100億いったなとかいってないなとかいうのが分かったりするんですね。小型株だとそこチェックかなと思います。あとチャートも細かく見えます。今回は4時間足でやってるんですけど、すごいもう時間軸細かく調整できますので、もう皆さんのやりたいようにあの調整いただければ、スクロールするとこんな感じで出てくるんですけど、はい、ここが結構ですね、あのムームの独自機能でして、うん、買いとか売りとか出てますと、当然売りとか言って、はい、あの約定するときには同じ数だけあるわけなんですよ、売る人と買う人が、はい、ただどっちが足を出したかっていうのがあるんですね。例えば、うん、まあ、100円と110円の板があるとしますと、で誰かがまあ110円を買いに行ったか100円に売りに行ったか、うん、はい、まあ、あるわけですね。だからカウントとしてどっちが動いたかでムームーはカウントしています。はい、この場合だと直近の日では買いの方が多かった。そうです。買いの方が多かったんですけど、買いの人がまあ大口、中口、小口、まあ、あと超大口っていうのがあるんですけど、はい、これはですね、あの過去200日の統計を取ってまして、それの金額順で超大口は上位 10% ですと、はい、まあ、今回は過去200日に比べてちょっと小口同士の売買が多いですねっていう、で大口の買いも多かったですねっていう、中口はまあ同じぐらいですね、まあ、あんま超大口は動いてませんねみたいな、そういうのがわかるんですね。今まで出来高ぐらいでしか判断できなかったんですけど、売買金額の大きさで、うん、勢いと言いますか、そうですね、買ってる、積極的に買ったんだと、はい、まあ、積極的に注文出した人がどういう金額で売買してんだろうっていうのが、うん、まあ、推測できるわけですね、はい、でまあその推移がですね、まあこんな感じで、最近まあ売り優勢だったんですけど、ちょっとイコールぐらいに戻ってる、ここら辺は買い急いで買ってた人がたくさんいたって、そういう感じですね、でまあこの信用残高はまあよくある感じで、まあ差し引きで表示権してますけど、信用買いがちょっと増えてますねって、そういうのが分かりますという感じなんです、はい、でまあ実際あのホンダは年初来で 53% と増えてるんですけど、まだまだ割安、 PBR 0.6倍、 PR9倍と、配当利回りがですね、ちょっと前期の配当利回りになっちゃってるので、これ低いんですけど、はい、予想だと 3.2% ですという感じです。で、縦玉分布。縦玉分布の詳細っていうボタンを押すとですね、はい、この画面が出てきますと、うん。これがですね、また面白い機能でして、いくらでどれぐらい買われたかっていうのが、このグラフでわかるんですね。こっちの方はすごい安い値段で買った人たち。はい、これはすごい高い値段で、まあ、買ってしまった。まあ、要は天井掴みしてしまった人。それの数がグラフィカルにわかるわけですね。で今持ってる人はだいたい 98% の人は儲かってますと、まあ、ちょっと 2% の人は残念赤になってるところは儲かってる人ってことですね。ということですね。で、まあ、縦玉の範囲がだいたい 90% でこれぐらいで、一律っていうのはだいたい集中してると、はい、結構同じぐらいの金額で買ってる人がグループになってるって、そういう感じですね。例えばすごい幅広く持ってる時と、もう1万円の株価ですごいいっぱい買ってる人がいるとか、そういうので一致率が高ければ高いほど
同じ金額で集中して買われてると、ここは中心地になってるんですね、うん、まあ、ここら辺とか、ね、買ってる人も多いし、まあ、おそらくなんか決算とかすごい動いた時がこういうタイミングだったりするのかなみたいなところですね。一律が低いとどうなるんですか？一律はここにあるんですけど、大きいほど縦玉原価が集中し株価の変動が小さくなる。そんなに動きが出ないってことですかね、うんうん、すね、同じ値段で買ってる人が多いから、うんうん、あと平均コストとかですね、抵抗線とか支持線とかも、まあ、自動で計算してくれてるので、はい、まあ、これも参考になるかな、うん、まあ、あとは平均コストは分かるんで、それと株価を比べて、まあ、600円ぐらい含み益あるんだなとか、そういうのが分かるわけですね、うん、あとなんかちょっと一口コメント、ね、こういうようなコメントをしてくれますと。で、実際にこの市場ムードとか、はい、あとテクニカルでですね、強気弱気の、あのシグナルが出てきますと。本田技研はですね、結構株価上がったもんですから、はい、ちょっと買われすぎシグナルがいろいろ出てますと、うん、だから弱気の方がちょっと多いですねってことで、まあテクニカル的には弱いかもしれないので、まあ買う時にはまあ実際上がったけどそれ以上にいい材料があるんだという確信がないとちょっとダメっていう、そういうことですね。でテクニカル指標の、スコアを出すだけじゃなくてバックテスト結果としてですね、はい、それが実際当たる確率ですかね、 あとは発生する回数とか、はい、実際その後上昇したり下落したり最大のパーセントとかバックテストをやってくれて、シグナルが出た後実際どうなのかっていうのが分かるんですね。で15個ありますけど、それぞれ押すと、はい、それのバックテストも出てきますので、あとはこのオシレーターとかも出てきますので、まあそれを見て売買判断の参考にしていただければという感じですね。すごい答え合わせされてるみたいですけど ね、はい、そうなんですね。テクニカルがどれぐらい機能してるかっていう、だからまあテクニカルは全く知らない私のような人でも、テクニカル的に弱いし、まあ、どのテクニカルがまあどういうシグナル出して、うん、どういう結果を今まで出したかっていうのが分かると、強気で翌日上昇がこんなにあるんだったら、うん、そうですよ、かなり機能ワークしてると、あとはこのテクニカルのシグナルも日足1分足60分足で、シグナルを計算してくれるんですよ、これもまた面白い機能ですね。デイトレというか、そうですよ ね、1分足でデイトレの人は見てるかもしれませんし、なるほど、急激な変化とかですね、まあそれを見る時もあるのかなって、ね、で先ほどのですね、この説明ですね、ちょっと難しいかなと思って、積極買い積極売ります、まあ売り板を買うと積極買いとみなされますと、買い板を売れば積極売りとみなされます、うん、ということですね。動いた人が判定と、うん、売り手が動いたら積極売りですと、はい、でこの200日の統計取ってまして、上位 10% は超大口注文ですと、うん、まあ、順番に10から30、30から55で55以下は小口という判定をしていますと、はい、ということですね。まあ、この統計取ってるのもすごいですよね、まあ、それぞれの個別銘柄のたくさんある売買結果をですね、積極買い積極売りに分類して、はい、それぞれ金額を統計取って、うん、その日の大口だったり小口だったりそういった判定をしているということなんですね。だから今まで株価の動きと出来高だけで判断したのが、はい、さらに細かくこの強弱が分かる、で、その売買の中身も数字で分かるということですね。やっぱ小口と大口で動きが違うっていうのはね、一目で分かるってことですね。そうですね、まあ、今まではその売買結果を細かく一目見て、あ、なんかすごい大口の注文があったなみたいな、そういうのを見てた人もこれで一発で分かるようになったんですね。なんか妙に超口がすごいなっていうのもこれでグラフでガーンって出てくるんで、これがまあ一つの参考になるということですね、はい。あとは売り優勢とか買い優勢、いわゆる意識的に売ってる人が多いとかですね、はい、まあ、そういうのが分かるね。これはヘルプセンターというところに、あ、はい、ヘルプセンターもですね、ここにちっちゃくね愛っていうのがあったりして、ここを押すとですね、はい、このヘルプセンターが出たりしますので、まあ、ちょっと分かんない時には愛とかを押すと、なるほど、分かります。結構詳しく教えてくれるんですね。そうですね、はい、まあ、あとはヘルプ見てそれで検索したりとかですね、うん、積極売買とか検索するとまた出たりしますので参考にしていただきます。大坊ちゃんさん、すごくくまなくご覧になって、はい、そうです ね、実際ねすごい使えると思うし、まだみんな使ってないから
はい、これをマスターすると、うんうん、ちょっと有利に立てるんじゃないかな。なるほど。正直でこれみんながみんな使うようになったら、情報の非対称性がなくなっちゃいますもんね、今のうちじゃない、それでまあこの縦極分布もですね、うん、最新のところだけじゃなくてこの日付スライダー、はい、ここの下の方にですね、あのちょっとスライダーっていうのがあるんですけど、はい、これでですね1日ごとに毎営業日の縦極分布が分かります、うん、ただ縦極分布のデータ自体が毎日更新されてるのかちょっとよく分からなくて、なんか急にガッと減ったり増えたりするので、もしかしたら週間のデータもあるのかもしれない、まあ、あのムームーとしては毎営業日の出すように努力しているという感じですね、うん、はい、だから1ヶ月前とか2ヶ月前とかですね、あの縦極分布を見ることができるんですよ、どうでしょうか変化を。まあ実はですね、ホンダってチャートここら辺に横ばいなんで、あ、本当ですね、ここら辺で見ると分かりやすいんですけど、はい、ここら辺がちょっとね横ばいなんで、分かりやすいマクビープラネットという、まあ、全く別の銘柄ですね、はい、説明したいと思うんですけど、マクビープラネットさん今ちょっと濃いで下がったところですと、だからちょっと2万円台とかで高く買ってしまったことはこんだけありますと、うん、でここら辺でいる人もいて、ここら辺ですごい安いところで買ってる人もいるという感じなんですね、まあ、この人はラッキーですね、で、ここはですね直近の最高値の時の縦極ですと、赤がほとんど、まあ、赤がほとんど、うん、すごいみんな儲かってるんですっていうのが分かりますとでここでですね直近最安ネジの縦極、うん、まあ、一番安かったところですね、儲かってる人は少ないで天井を使う、でこっからこうなんですけど、はい、ちょっとここら辺のところがちょっとへこんでるのが分かると思うんですね、逆にここら辺がガッと増えてるのも分かると思うんですよ、はい、だから、まあ、もちろんまだ残ってるんですけど、少しここからこっちになってると思うんですよ、だからここら辺の人が売って、はい、ここら辺の人が買ってると思うんですね、あ、だから高値の人がもう損切っちゃったってことですか、まあ、はい、そうですね、横ばいに入ったところで上値が軽くなったとも言えなくもないかなっていう感じなんですね、はい、はい、だからあの上がった時に、まあ、心理として不明期になったら売りたくなるっていうことがあると思うんですね、はい、例えば2万円で買いました、うん、その後1万7000円になっちゃいましたと、はい、その後2万円に戻りましたと、やれやれ売りたくなる人が、うん、まあ、中にはいると、だからここら辺に上にない方がいいんじゃないか、だからこの横ばいになってるところでこの縦玉整理されて減りますと、はい、逆にその安いところで買う人が増えてきます、うん、まあ、この人は安値で買ってるから上がっても別に、はい、まあ売るかもしれないですけど、うん、でここら辺が大きいけどここら辺はちょっと真空になってるから、ここら辺は軽いんじゃないかみたいな、そういうことが、まあ、推測できる、まあこれはね勝手な推測です、ここら辺の人がどう考えてるのかは分かんないんで、まあそういった推測がなんかちょっとできたりするんですね、はい、縦極分布で、そうなんですよ、しかもこう時系列で見てみるのがいいんじゃないかと、そうですね、でこの平均コストもあるので、この平均コストが安くなってとかそういうのが分かったりするということですね、はい、まあ、これがあのスライダーでいろいろ調整できるのでそれぞれ見ていただいて、あと決算絡みでもいいかもしれないです、決算1週間前とか決算日、決算翌日、はいはい、決算1週間後とかですね、まあ、そういうのが見ると、あ、決算でどのように売買がされたのかっていうのが分かったりするかなと思いますね、はい、あと、まあ、本田技研の分析で詳細っていうところがあるんですけど、はい、PBR のですね、ヒストリカルのデータが分かりますと、企業評価の詳細でそれが出てくるんですね、はい、そうです、あの最長でですね10年まで対応します、本田みたいに上場長い会社は10年間の PBR の推移が分かりますということですね、で業界の分布で、ランキング、まあ、大体真ん中ですかね、 PBR 安いんですけど、うん、真ん中らへんかなみたいな、あとは市場でこれぐらいのランキングですねっていう、そういうことですね、はい、まあ、数字が少なければ少ないほど上にいるっていう感じですね、あ、はい、業界ならではのね数字っていうのもあると思うので、それがこれランキングだと分かりやすいですね、はい、そうですね、だから業界として自動車業界がですね、PBR 低い会社が多いのかなと、で市場全体で見るとまあ割安な方だな、平均が1超えてますので、まあ、中心値からも1超えてますから、まあ、ちょっとね1倍割れてるので安いよねっていう、そういう感じ、まあ、分布も分かるし、この分布図も出てきますということですね、はい、あと、まあ、PBR ってボタン3つあるんですけど、 PBR、PR、PSR、はい、
で、こちら PR を押すとですね、PR のヒストリカルが出てきます。同じように業界分布と市場分布でランキングが出てきますと。先ほどの PBR に比べると PR のランキングが上なので、PR が割安だと、市場分布でも PR 安いなと9倍なんですけど、本田技研は PR が特に割安かなと判断できる、で PSR っていうのは、売上と時価総額の比率ですね、だから時価総額に比べて売上が多いと PSR は高くなるんですけど、そこはですねそんなに高くないですね。どっちかというと本田技研は収益性が高い方かなと。小売とかで売上すごい会社もありますからね、それに比べると利益が収益性が高いというそういうところで評価されてるなと、ランキングもね3つの面で言うと低い、そうですね、だからあんまり PSR は株価の材料にはならないかなってそういうことが見えるわけですね。ビジネスデータっていうのがありまして、これもムームー独自のデータになってまして、おそらく決算資料とかから引っ張り出してるんだと思うんですけど、ホンダの自動車の販売台数、あと車の生産量とかですね、ここボタンをクリックすると切り替わりますと、でトヨタとかも同じようにですね、車の総生産量、そういったものが見えますと。それぞれ違うので、単純比較ができないんですけど、こういう機能もあります。でですね、テスラとかもですねあるんですよ。テスラも出荷量、モデルの出荷量、各車種、モデル3、スラッシュ Y って、よく売れてるねっていうのが分かったり、あとは生産量も分かりますと。前年比でどうなのかって、やっぱねテスラはよく伸びてます、あとスケールがですね四半期だったり月だったりするんで、そこはちょっとチェックが必要ですね、これは四半期 で、先ほどのはですね毎月のデータなんですね、これ四半期ですかね、9がついてるのは四半期、だからそういう感じです。あと BYD ですね、中国の EV メーカー、あと電池も作ってますけど、これもですね細かく販売台数とかもありますと。だから同じ自動車を調べるんだったら大手のですね、それぞれの会社のデータを見るとよく売れてるねみたいな、そういうのが分かるわけですね。電気自動車どうなのかとか、そうですね、あとは台数とかも分かるので、伸びてるんだけどやっぱり台数的には圧倒的にホンダがよく売れてるっていう、そういうのが分かったりもします。で分析としてですね、続きとして四半期とかこういった棒グラフで表現してくれるんですけど、また出てきたこの詳細ボタンですね、詳細ボタンを押しますとまたさらにですねすごい細かく数字の塊が出てきますと、ここがですね損益計算書、あと主要指標、貸借対照表、キャッシュフロー、主にねこういう計算書が重要かなと思うんですけど、ここでですね押せるボタンがありまして、四半期決算すべてっていうところと日本円っていうところですね、これでですね四半期決算とか年次決算、あと四半期決算の第一四半期第二四半期とか特定の四半期だけを抽出してこの表にするっていうことができたりします。あとこの日本円っていうところを押すと、米ドルとか他の通貨でですね外貨建てに変換することもできるんですね。当時の1年前2年前3年前とかのその時の外貨で換算してくれますという感じなんですね。だから日本円とドルでどう表が見えるのかって、そういうのが分かるわけですね。外国人はやっぱねドル建てで見ると思うので、ドル建ての決算だとどうなるかで、こちらですね損益計算書、これ91ってここにあるんですけど、四半期決算で第一四半期だけを抽出して見えてる表です。日本語なんですけど、総営業費用っていうのがあるんですけど、この総営業費用はですね、大体売上原価に相当するものです。ちょっとですね、翻訳修正してほしい感じもするんですけど、いろんな会社でも使わなきゃいけないんで、ちょっとそういう万能な用語なんだと。あと営業費用っていうのがあるんですけど、これはですね主に販管費ですね、人件費とかマーケティングとか広告費用とか、その作った後に作る工場の工員とか作業員とかの人の人件費はこっちに載ってると思うんですけど、実際に営業の方々の人件費はこっちに載ってる、そういうような感じですね。いわゆる売上原価と販管費、で販管費の詳細も一応分類がされています。あと細かい営業外の収益ですね、そういったものがあります。で第一四半期だけにすることによって、毎年毎年の
成長とか減少とかの度合いが、まあ、より分かりやすい、うん、同じ期で比べた方が、うん、そうですね、うん、で最新の第一四半期がやっぱりね注目点が高いので、はい、今回4月から6月の第一四半期出ましたと。でホンダにとってこれはどう意味するのかっていうのがこの実系列で見ると、例えばコロナ前の状況から見て実際どうなのかっていうのが分かったりするわけですね。あとはここに あるんですけど、まあ米ドルに変換してドル建てでですね、ホンダ技研工業の決算の情報が分かったりするんですよ。91にして米ドルにして、こうするとですね、意外とですね営業利益がですね日本円建てだとコロナ前よりも増えてるんですね。まあ、例えば2900だったのが3900。販管費はですね、まあ、ほぼほぼ、ホンダの素晴らしいところはですね、この営業費用、まあ、販管費のところですね、うん。これの伸びがですね、ちょっと緩やかなんですよ。へ、はい、あまりそこに割いてない。うん、そこに割いてない、うん。その代わり、売上原価はそのままで、比率はそれほど変わらないんですよ。だから、別に下請け叩いてるとか、そういうことはないんですね。品質も落としてない。あとまあ、うん、米ドルだとですね、ここ27で、ここも27ですね、はい、ここだと20、増えてる、はい、でこれだとあんまり増えてない見た感じの印象が変わりますね。だから、だからドルが上がったよねっていうこともあるんですよ。で円は下がったから、まあアメリカでドルで稼いだお金が、はい、日本に戻すとすごく儲かってるように見えるけど、はい、まあ、ちょっとドルにするとまあそれほどっていう、まあ、落ちてはないよ、落ちてはないよ、コロナ前に戻りましたっていうことにはなるんですよ。だから悪くはないんですよ別に、はい、うん、そっか、それマジック、決算マジックじゃないですけどね。うん、逆にアメリカの会社だと円に換えるとすごい伸びてるみたいなこともありえるんですね、はい、まあ、円安ドル高なのでね、あとまあこちらの主要指標っていうのがありまして、主要指標を見ていただくと収益性とか、あと債務返済能力、運転能力とかですね、うん、まあ、こういった項目でですね細かく計算をしてくれていますと、はい、それぞれのデータをまあ割り算とか掛け算とかしてそれを時系列でですねまとめてくれてるわけですね。まあホンダの場合だと粗利率はほぼ一定なんですよ。先ほど言った通り、原価を下げるって方向よりは営業費用、販管費を下げるって方に重視してるのか、まあ、そこをあんまり増やさない。例えば研究開発費ですね、まあ、売上に対する比率はあんまり落としてないんですよ。だから将来の種まきはちゃんとやってますということが分かる。あとはこの在庫回転率ですね、まあ、在庫回転率が昔はですね大体2だったんですよ。2だったのが 1.6 ぐらいなんで、ちょっと在庫が増えたのかなっていう、そういう感じ。おそらくまあコロナの後にすごい在庫回転率が悪くなってるので、まあ売上が下がってるのもあるとは思うんですが、まあおそらくコロナでちょっといろいろロジスティックスがですね、まあ不安定なもんですから在庫をしっかり積みまして、納期に問題が起きないようにしてたんだろうなっていうのがちょっと推測できると。あとは便利なのがこのロイックっていうのがありまして、はい、ROI とか ROA が分かるのは、まあ、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、このロイックっていうのはですね、有利子負債を自己資本もしくは純資産と有利子負債、はい、それを足してその利益を計算して出すものなんですけど、はい、まあ、これが自動的にやってくれてるんで、このロイックって結構ですね、投資家で重視してる人も多くて、このロイックが分かるのが非常にいいですね。一目で分かる、はい、でロイックが伸びているのも分かるんですね。この 1.7 でここら辺 1.5 とか 1.4 とかなんで、はい、まあ、非常に伸びていますねっていう、うん、まあ、これはですねおそらく有利子負債がですねちょっと減ってるんですよ、ここら辺ですね。これもですねトヨタとホンダでこの数字見ると対照的で分かりやすいんですけど、はい、トヨタって結構ですね攻める会社でして、あまり有利子負債減らさないんですよ。ここはもっと高いんですよ。有利子負債結構多くて、結構お金借りてるんですよ、うん、それでアグレッシブにどんどん投資していくパターンですけど、ホンダは結構ですね借金返していくパターンで、その結果ロイックが改善してる、まあ、要は有利子負債が減るので純資産足す有利子負債で、純資産は増えてるんですけど、うん、有利子負債が減ってるから、ロイックの計算上分母が減るので、利益が仮に一緒であってもロイクが向上すると、まあ、それによって投資家の評価が上がるかもしれないと、ね、うん、
でもちゃんと種まきもされてるんですもんね。あの研究開発費は落としてないので、はい、で販管費はあまりかけずにちゃんと売り上げを維持して、ね、はい、いい会社に見えてきますよ ね、 そうですね、うん、ただまあ、コロナ禍で例えば海外出張とか、そういったものが減ったからっていう可能性もあるので、この次の期でですね、うん、まあ、営業マンの方々が、うん、まあ、将来的のこともあり、はい、まあ、いろいろ工場とか行ったり、いわゆる交通費とか、うん、そういう営業マーケティング費用とか、はいはい、かけるようになれば、もしかしたら営業費用が上がる可能性もありますね。まあ、在庫もちょっと調整されてくるかもしれないですもんね。そうですね、まあ、在庫もおそらくね、ロジスティック正常化されるので、回転率が向上されるだろうなって思います。はい、なるほど。いや、本当大傍聴さんならではの視点で、はい、いろいろ細かく分析していただいて、まあ、一つ銘柄取り上げてこういうところを見ればいいんだよというのを教えていただきました、はい、まあ、他の銘柄もぜひね、このムームアプリで分析して、同じね業種でもこんな差があるんだよとか、こういう面白い銘柄があるんだよというのをぜひ聞きたいなって思うところなんですけれども、うん、はい、何か、あ、これいいなって思ったのありましたか？注目銘柄あるんですけど、別の動画でちょっと説明したいと思うんですが、ぜひお願いしたいと思います。はい、この次の動画ではムーム証券のアプリ限定で発信しようと思っております。まだ使ったことがないという方はぜひ今すぐダウンロードをお願いいたします。アプリの入手方法ですが、まずこのご覧いただいている動画の説明文を開いて、今すぐチェックとあるリンクを開いてください。そしてリンクを開きますと、このようなオレンジのページが表示されます。書かれているアプリの説明をしっかりとお読みいただき、今すぐ新規登録というボタンをクリックしてください。電話番号を入力して送信ボタンを押すと SMS メッセージで認証コードが届きます。認証コードを入れたら新規登録ボタンをクリックするとアカウント登録が完了します。電話番号で登録だけでなく、メールでサインアップを選ぶとメールアドレスでも登録できます。メールアドレスを入力の上、パスワードを決めて新規登録ボタンを押すとアカウント登録完了となります。登録ができるとこの画面に切り替わりますので、スマホからご覧の方は今すぐダウンロードをタップするとアプリのダウンロードをできます。パソコンからご覧の方は QR コードをスマホで読み取っていただいて、アプリのダウンロードぜひ行ってください。そしてスマホでアプリを起動するとこのような画面が表示されます。ログイン画面が表示されたら、ご登録いただいたアカウント情報を入力してください。そしてこの画面に行くと、下のメニューのところにあるムー MOO と書いているムーのところから、さらに右上の虫眼鏡のマークをタップしますと検索画面になりますので、そこに大傍聴さんのお名前を入れていただきますと、次の動画をご覧いただくことができるということになっております。ということで、ここまで大傍聴さんにムームアプリの機能、銘柄分析まで教えていただきました。はい、本当に細かいところをご覧いただいて、たくさんね、資料もご用意いただいて、私も結構使ってるんですけれども、そこまで見てなかったというところ、また驚きがありましたの で、 そうです、ね、本当に詳細ボタンと矢印ボタンです ね、はい、使ってる人のその優位性を生かせるのは今だっていうのも ね、あんまりまだ使ってる人少ないと思うので、ぜひともね、この機会にダウンロードしていろいろ触ってみてください。今回の動画役に立てば、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ムームアプリの質問など何かありましたら、コメント欄の方にぜひ書き込んでください。ということで、次の動画でぜひともお会いしましょう。さようなら。